会中審査、もう一つの大きなテーマがありました、はい、南スーダンでの国連の PKO 平和維持活動部隊の日報を陸上自衛隊が破棄したとしながら保管していた問題をめぐり、稲田防衛大臣が陸上自衛隊側から保管の事実を伝えられた際のやり取りを記したメモが存在すると一部民報が昨日報じました。メモは稲田大臣が日報の電子データを非公表とする方針を了承した幹部会議の2日前にあたる2月13日のものとしています。稲田大臣は報告を受けた上で、翌日の国会審議を念頭に明日何て答えようと発言したという内容がメモに記されているということです。稲田大臣は昨日記者団に対し、この報道について確認できていないということだと述べました。まあ、これも一体言わないになってしまってるんですけども、これもね、さっきの獣医師のお話と似てるんで、日本の陸上自衛隊が国連平和維持活動 PKO の活動で南スーダンに派遣されて、そこで非常に危険な戦闘状態の中で、果たしてこのまま駐留すべきかどうか、PKO 5原則っていうのを改めて今朝ちょっと見直してみたんですけど、撤退しなければいけないんじゃなくて撤収することができるという、その指示を、稲田防衛大臣は本来出すべきだったんじゃないか、戦闘状態にあったんだから、それをそのままいやってことでずる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 言ってしまったということで言うと、本質っていうのはその防衛大臣がちゃんと判断してねえじゃねえかってことになっちゃうんですね。ということなんですね。今日本新しく出てきたその手書きのメモ、実はこれフジテレビのスクープなんですよね、でこれはどういうメモなのかというと、まず去年からずっと問題になった国丸さんが言った日報隠しの話なんですね、その日報を隠したもうなくなったって言ったら、いや実はありましたっていうのが、倒幕というその防衛省の一番トップのところにありましたよと、ここには陸海空を束ねてるんですね、ありましたよと、でこういうことでしたったら、今度は陸海空を束ねるんじゃなくて PKO の統括をしている陸自にもあったと、でこれを隠してたじゃないかということで、それをこれ知らんぷりしましょうねっていうふうに防衛省の幹部が稲田さんに言ったら、いやそれそうしようっていうふうになったって報道があって、稲田さんは知らんぷりをしたんですが、昨日フジテレビがこのやり取りについて、倒幕防衛省の幹部がこの稲田大臣とのやり取りをこう手書きでメモをしたのがあって、それで報告をしたと。そしたら、稲田さんが明日国会でなんて答えようって言ったっていうふうに手書きで書いてあるわけですよ。どうすんだろうということなんですが、今国丸さんが言ったすごく大きな問題でね。で、今こういうのを、どういう事実があったのかということを、防衛省の警察と言っていいでしょう。特別防衛監察というか、今こう調べて稲田さんにも話を聞いて、それで報告書が28日に出るんですが、これが果たして信用できるか別も含めてですね。で多分ね、これ稲田さんって8月3日の内閣改造で交代になるでしょう。これほど資質も含めてこれだけ発言が違ってくると。で私は何度も言ってるのは、やめさせるべきではない、だって菅さんも安倍さんもよく仕事をしてるっていうか、辞めさせるべきじゃないって、多少冗談で言ってたんですが、今回の問題が出て辞めさせちゃいかんという思った、なぜかっていうと、稲田さんは否定する、防衛省はこういうことがあった、誰かが嘘ついてるんです、誰が嘘をついたのかっていうことをはっきりさせないと、これなぜはっきりさせないといけないかって、さっき言われた PKO 5原則で南スーダンに出てる部隊が撤収できるかどうかというですね、 PKO 5原則の中で日報の中には戦闘があったって書いてあった、それを国会では武力衝突と言った、戦闘と武力衝突どこですかよく分かりませんが、PKO の原則の中では戦闘状態であれば撤収できるって書いてあるわけです。撤収しなきゃいけない、ところがこれの問題の日報のどこに誰が見てどこに保管されてるかがうやうやになった場合に、もし万が一自衛隊倒幕の人たちがものすごく戦争好きな人がいたら、行け行けどんどん戦闘状態これもみ消しちゃうよっていうさ、平和維持軍でどんどん行っちゃうよっていう風になりかねない、これが実はシビリアンコントロールって言い方なんですが、
これをはっきりさせた上で辞めさせるのはいいんですが、うん、これはずっと稲田さんずっと当事者だから最後まで8月3日の改造以降にこの問題が真相が明らかになるまでに辞めさせると実はうやむやになっちゃうってことなんですよね、うん、で逆に言うと安倍さんは8月の3日に交代することによってひょっとしたらこれをうやむやにしようとしてるのかもしれない。あの真相知りたい真相っていうと実はこの騒動の中にはちゃんとあって、はい、それが明らかにならないと、うん、このあと例えば稲田さんの後の防衛大臣にしても、はい、そのちゃんと今稲田さんはシビリアンコントロールいわゆる文民統制はちゃんと取れてますよとは言ってますけど、うん、実際取れてない可能性があるとなれば、はい、これ根底覆すような話になってくるわけですよね。このところ防衛省がいろいろまあこういう文書が出てくるのも明らかにこの防衛省から出てますよね。この前の賭け問題の文科省とね明らかに出る防衛省からすると俺らだけ罪つこすりつけなるとトップも一緒やんかっていう、まあ悪いことを言って抱き合い心中の暴露合戦みたいになってるわけで、でもそれはそれとして僕らは取材して面白いんだけど、ただし自衛隊の人が海外に行って平和活動をする原則がその日報が隠されればどんどん行きますよ。それは自衛隊の中にトランプみたいな人がトップにいたらですね、トランプが来たらそんなのを隠して世界平和のために行くんだからっつってどんどん行くようになったら、これはやっぱり軍隊の暴走になるということをシビリアンコントロールとしてよく言う制服組、背広組っていうの、制服っていうのは現場の人ですね、背広組っていうのは政治家がそれをコントロールするということが実は問われてるっていうね。ですよ